はい、こんばんは、島津です。えー、本日もパラノーマル HK 続きからやっていきたいと思います。はい、前回ですね、えー、無事に空論上から2人だけね、脱出することができて、そこから3ヶ月のね、月日が経ちました。で、キャシーのね、様子がおかしいってことで、ね、このメール見てもらえばわかると思うんですけど、KC って書いてあるところがキャシーですよね。うん、なんか同じ文をずっと売ってるんですよね。 今のとここれがね、なんて書いてあるかちょっとわかんないんですけど、うん。まあ、この文を売った後、全く連絡が来ないってことでね、これからどうしようかってことで、缶コーヒーを買ってね、とりあえず頭を整理しないといけないみたいです。あ、これ財布ですね。はい。私の財布、拾う。うん。とりあえずね、そうだね、缶コーヒーでカフェインとね、糖分を取って、物事を整理しないといけないって思ったんだけど、<laughs> 待って待って待って、昼とかじゃないじゃん。 昼とかじゃないよ。あの、夜じゃん。こう、襲われても仕方ないよ。しかも一人だけしかいないっていうね。うん。で、見てくださいよ。お日本語で書かれてる。汚れた地のゆるい女。どういうことよ。ゆ <laughs> るい女ってどういうことうん。あ、こっちも日本語になってる。海の下の暗い生き物。こんな、なんか映画あったっけこんな類の映画ちょっと聞いたことないんですけど。で、さっき目に入ってきたんだけど、見て。これ可愛くない 怖い赤ちゃん <laughs>。<laughs> <laughs> 怖い赤ちゃんだって。まあ確かに怖いよ。うん。触手っぽいのがね。関節部から出てるから。うん。オーバー、なんて書いてるんオーバースキャ、スキャンかなうんで。あとこれは冷たい血と精神の男。こんな絵があったっけなんだろうな。皆さんなんか思いつくことがあったらね。あのコメントでも。 うん、あの変えてみてみください結構あれだねここの開発会社ってうん何ていうのかな日本にもねビジネス展開する木で作ってるみたいですねちゃんとこんな感じでね日本語が書かれてるポスターとかがねあるってことはちなみにねこの会社なんですけどね紙人形っていうホラーゲーム作った会社なんですよ うん、結構ね、あの、評価の高かったゲームで、自分はちょっとね、まだその存在をね、最近知ってプレイしてないんですけど、ちょっと時間ができたらね、ぜひともプレイしてみたいと思います。あの、かなり良質なホラーゲームになっているとのことなんでね。とりあえず、そうだね、あの、自販機に行こうか。コーヒー買って頭を。いないよな、誰も。暗っ。え、電気ついてるこれ。 電気ついてないに等しいよね。節電しすぎだろう。まだ社員残ってるんだぞ。怖えよ、こんなん。懐中電灯を持参しないとね、まともに歩けないよ。うんそう。幸いね、懐中電灯持ってたからね。うん。ちゃんと前を見て歩けるけど。ほら、もしね、懐中電灯なかったらね、ほらほらこ,こに植木鉢あったからさ、うん、足の指ぶつけておけがしたりとかね、爪がはげたりとか、そんなことになるんだよ。 もうちょっとさ、あの、社員に気使って。暗すぎるこれは。どこ自販機。あ、いたあ、ここにあるんだ。え、ここも日本語じゃん。ね、炭、いや、日本語じゃなかったわ、ここは。うん、炭焼きコーヒーだよね、多分。クッキーがありますよ。うん、ちょっと甘いのが食いたくなってきたな、自分も。今ね、あの、缶中杯片手に、うん、プレイしてるんですけど、 ちなみに今飲んでるのはね、グレープスカッシュサワー,、えー、キリンストロングですね。なんか最近ストロングがやばいってニュースすごい聞くんだけど、まあ普通にうまいから私は一缶はね、うん、買って飲みますね。飲むときは。これをね、3本飲んじゃうとね、うん、それや相当来ると思う。中で、ね、3本ぐらい飲むとね、相当やばいって、えっ、ー、と、この前ニュース記事で見かけたんだけど、まあ3本飲めばそうだわな。うん、ストロング系のチューハイって1本で、 テキーラ3.5杯分ぐらいかなショットでね。うん。そんぐらいのね、アルコール、アルコール度数があるんでね。皆さんもね、あの、あんまりストロング系飲みすぎないように注意してください。おぉ、びっくりした。<laughs> うん。お札入れないでね、なんで財布を当てるんだろうって思ったけど。はいはいはい。向こうは、こう、電子式になってるみたいですね。キャッシュレス。缶コーヒー。電話が戻って、電話がなってきた。 戻ってキャシーンの手掛かりを探そう。戻りましょうか。なんか変化ないか大丈夫かまあ、あの呪いがね、どんな感じで続いているのか気になりますよね。あ、なんかあった。ちょっと待って。お知らせ。ゴーストは身体的な理由により、霊界脱出ゲームの特別ゲストとして出演することができなくなりました。ゴーストは多くのファンを抱えています。 この情報を配信する際に視聴者がチャンネル登録を取り消さないように何かアピールする方法を考えてください。また番組に出演している別のサイキックマスターをできるだけ早く見つけなければなりません。なんかあの珍しい単語が飛び交ってますね。ゴーストとかサイキックマスターとか。<laughs> うん。なんかサイキックマスターで聞くとな,なんかポケモンの世界をね連想させられますね、うん。サイキッカーとかいたじゃないですか。 ポケモンの世界に。うん。社会、あ、違う。紹介できそうな知人、友人、親戚などがいる場合はお気軽にお知らせください。紹介してくれたらボーナスを申請します。今日のアフタヌーンティーを怒るぞ。MAX。うん。まあ、あれだろうね。ゴーストっていうチャンネル配信者の人がいて、その人に、なんだろう、番組の出演依頼してたけど、ちょっと急遽キャンセルになったってことでしょうね、おそらく。 えとあまだあるちょっと待って。文章があったえっ、ー、と、本契約、空論02調査以下、なんとかというえっ、ー、と、契約日、2014年4月12、えー。仕事要件、番組制作への参加。契約期間中に少なくとも年6回チームに同行して屋外撮影を行う。期間中、番組の内容に基づき、えー、撮影場所の提案を行わなければならない。また、事前の 撮影会議に参加しなければならない電話会議かどうやらこの契約で、うん、空論上にね撮影に行ってたみたいですね年6回だってじゃあ出ましょうかはい想想誰これ3ヶ月前に助けてくれた子なんだけど 你听我讲先啦，你哋公司上次系唔系买咗一 s 二手设备啊？仲有嗰个入面有部 D V 机，好邪噶，就系、是、你上次喺城寨用嚟拍嘢嗰部呢。但凡俾嗰部录影机摄过嘅人，都会受到诅咒。唔信啊，你就去揾下之前影录嘅片，亲眼睇下咯。 ええー、あのカメラ呪いのカメラだったのサーバールームで予備のハードディスクを確認するって出ましたかね。うん。で、この子何者なんですかねうん。助けてくれてるんだけど、正体を明かしてくれないよね。そうか、あれ呪われたカメラだったんだ。だからあれも原因で空論上でね、あの惨劇が起きたんじゃないんですかうん。 <laughs> 呪いのカメラ買ったんだっていうかあのちゃんとこういったさ事務所で経営してる、えー、っと配信チャンネルなんだから新品のカメラ買えよ中古のカメラじゃなくてうん結構ほら機材とかも揃ってるからさ全然あの新品のねカメラ揃えられると思うんですけどねいやーそれはまずいね呪われたカメラでしょキャッシー今呪われ キャッシー今呪われてるんだねうん除霊はできたけどここだサーバールーム多分うんだねえー、どこどれハードディスクはあったはいハードディスクえー、戻ってコンピューターにつないでみよう大丈夫ドッキリなしドッキリなしけえー、じゃあキャッシーがどんな姿で写ってるんですかねすごいあの怖いじゃあちょっとつないでみましょうか

ね、な、何これあ、急に捜査になった。ホイさんって人をね、あの、捜査するみたいです。えー、っと、僕あれ <laughs> この人、ホイじゃないはず。うん。何だったっけちょっとごめん、名前が出てこないんだけど、ホイって名前じゃなかったはずなんだけどね。なぜかね、ホイさんが主人公の社員証を持ってますね。まあ、これはホイ視点ですね。うん。ホイさんが、その呪われたカメラを使った時の、 映像です、ね、す、はい、えっ、ー、と、女優がバラバラに殺害された現場に来てると。うん。完全なホラーチャンネルだね、ここって。あ、あ開いた。ええ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 え大丈夫なんかある。えっ、ー、と、リンの新劇団での初出演記念。リンで人がバラバラになったのかもしれないね。ちょっと待って。こ,こは こっちも開くわこれ何だろうねこの音。演出ですかね ?4!4 って書いてある。あ、人形だよ、これ。心臓だ、心臓。4ね、4ね。4。何を意味するのか。うん。単純に考えると、死だよね。うん。おちょっと待って、怖っ。電気通ってきてるやん、ここ。ね。もう、あのー、なんていうのかな。 はい、奥かと思ったけど。えっ、ー、と、蝶だ。うん。4、3。4、3。あとは ?OK。もうちょっと奥行こうか。あこの人だ。多分亡くなったの。ほら、お供え物がしてあるもん。え、可愛いやん。こんなかわいい人を惨殺したんですか。いやー、やってられないね。あ、ていうか、あの人形って、ね。 あのその女優さんを表してるねバラバラになったって言ってたからこれ何何じゃこりゃよう分からんぞはいはいんこれちょっとね後からいじりましょうかおなんだ指があったえこれ人人形の指じゃなくないいや違うこれ関節を表してるんだうん まあ人形の指ゲット。じゃあ奥行こうか。電子レンジ。あ,あ。えっと、これなんて読むんだっけ何々の図が書かれている。まあ、さっきのあれだよね。はい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 。はいわかったわかったわかった。なんとなくわかったよ。えっと、4と3だったよね。これ待って。うん 方角的にはここで合ってるのかなね、向きとしてはだったらうーんと21582158えー、っと上からだよねあ置いてくれたよかったよかったうん <laughs> はい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 そういうことね えーと、だから上からだからちょっと待ってねこれちょっと解読するの難しいな多分じゃじゃじゃこれが2だねうん21はこうだ155はこうでこうこれが5でえーっと8 8は5。で、え、蝶、蝶って何番だったっけ蝶の部分、番号書いてあったっけえっ、ー、と、これ蝶だよね。蝶が3だよね。あれあと1個あるね。人形。ちょっと待って。あと1個人形どこだえっ、ー、と、灰だ。うん、灰の部分を見つけないといけない。これ何 リン、私の職業を忘れたのかいあなたの歌声にふ,ふさわしい美しい体を授けようじゃないか。えー、なんだろうリンさん。うん。えー、っと、ハイの部分はどこですかねハイに関しては勘で答えろってことですかねちょっとあったかはい。ちょっと待ってよ。どっかあるか あったあったあった。はい。これは,はいだよね。うん。君悪い。この人形。これって生放送じゃない生放送だよね。おそらくニコニコじゃん。仕組み的に。7だって。うん、4、7、3ですね。OK。こうで。あこれでいいね。えー、っと、次、はいは7。7は、こうで、こう。 で、えー、っと、最後、心臓が4。だから、違う。ああ、いいのか。これでこう。きた。なんなんか出てきた。ええー、すごい嘘っぱちな特殊効果だな。いや、ほんとに。ああ。ああ、体が。体がある。バラバラの。いや、ねえ。<laughs> なんつうのかな。立体的になったね。シュイーンって。なんか 3D スキャナーで。 なんつうのつ作り上げたみたいな感覚ですかいやーこれはね視聴者も思うよ嘘っぱちやろってうわー人形じゃんねバラバラになった胴体かと思ったけど人形だえ,えそろそろあれだよねビビらすタイミングだよねあのちょっと身構えときますわあ指だったこれは 前世で死んだ者が来世で生を受けるまでに、えー、中陰という、えー、存在になる。中陰になれば物事の全てを認識できる。中陰の寿命は四十九日だ。その後はまた次の存在へと生まれ変わる。この四十九日が、えー、死後の中でも最も重要な期間だ。これをどう考えたらいいだろう 裏は十分に才能がない場合彼は噛みつくと書かれているうんえ大丈夫まだ来ないバツってあるえリンすぐに舞台に復帰できるよリンは怪我かなんかしたんじゃないですかねうんでなんだろうな義手かなんか作ってたってこと これでも気持ち悪いな <laughs> で腕ね腕うううううこんな感じにしようとしたんだリンをうん改造しようとした感じだよねぱっと見腹に腹に <laughs> 腕を6本つけてこれじゃ舞台復帰してもみんな君がってねあの見に来ないと思うぞどうしようどうしよう まだ大丈夫このな何この壁は壊れそうだ。壊れそうだ。壊れそうだと言われても、壊すものが。なかどこがあるかハンマー。ハンマーありそうだね、どっか。ないな。<laughs> なかった。一旦いったん出ようか。あたしの家を来るな。 シッ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 シシシシシシシダメだ追いつかない追いつかない追いつかないえっあっ本さん襲われましたねリンにうんお終わったよえっまたこっからなんか展開来るどうあ終わった終わった 何何何が来る何が来る <laughs> 本さんが死んでしまったね生配信中にうんっていうか結構この会社死人出てるじゃんそれでもさ経営をねあの方針を変えないってところを見るとなかなかブラック企業ですねうん,うんおおあ赤くなってる赤くなってるよ てロックされてるロックされてる開かない開かないここはあい<え>キャシーだあれここあの部屋じゃんいやあの部屋だよ必ずキャシーを見つけないと ホイの死体ってここにあるんですかねいや、ホイの死体が回収されてないと、あの呪いのカメラも回収されないはずだから、うん、もう事件としてね、扱われてるはずですよね。ここにはホイの死体はないと見ていいかもしれない。えー、っと、なんかある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 。はああスイッチで開いた。今回は。え、行きたくねえな、行きたくねえな、そこ。 うんでも行かないとね、キャシーを見つけないといけない。あとは特に変化はなさそうですね。じゃあ入ろうか。えっ、ー、と、お通路ができてる。うん。進むしかないね。特になんもないから。誰かが壊したみたいですね。 自分がね、このゲームをしてる限りだと、もう3人死んでますからね。あの会社やべえぞ、本当に。潰れてもおかしくないからね。えー、っと、刺繍靴かなうん。えー、っと、リンが使ってた、ね、靴でしょうね、おそらく。あ首、首がつってある。いない,いや。首つってねえわ。浮いてる、浮いてる、浮いてる、浮いてる。えー ここだけなんか空間がおかしいですね。なんか、ね、あそこ通ったらやばいことになりそう。おー、ちょっと待って、もうそろそろやばいよ。そろそろあの、もうビビる、うん、シーンが来ると思うから、体勢、うん、構えとかないとね、身構えとかないと。でや、来るやろ。来るやろ。もうそろそろやろおい、来いよ。こっちは準備できてるぞ。結構、ね、続いてますね、道が。あー、なんか知らんとこに出てきた えっとあれ。あれはリンだね。うん。キャシーは髪下ろしてたもんね。結んでなかったよね。今なリンだと思う。チャンネル登録、コメント高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。